はい、皆さんこんにちは、こうです。決まった。はい、今骨変えてます。なんで俺がこういうのあげてるかっていうと、ドローイングをしながら喋る、まあライブみたいな感じの動画をね、なんか作りてえなって思って、でたまたまね、卒戦に向けたドローイングやってるから、ちょうどね今書きながらダラダラ喋りつつ、ちょっと編集した動画みたいなのをなんかこれからちょこちょこ上げていけたらいいなって思ってやってみました。今回ね、あの流行る一番最初のドローイングは、オーストラリアにいるコクチョウっていう鳥で、あの翼が全幅 1.8 メートルあるそうです。もう俺がね、なんで取り替えてるかっていうと、あの卒生にまあこういう系のちょっと作るかなって思ってるわけですよ。まあそんな感じで喋りつつ帰っていきたいと思います。とりあえず下書き書いたんで、なんかこっからはペンで強弱つけて書いていきたいと思います。よし、このね 0.05 持ってきました。10分の1書いて、このペンやっぱ使いやすいな。小さい頃俺すげえ骨好きでさ、そう、まあ博物館に行くのめっちゃ好きで、俺その時ねめちゃくちゃ不思議に思ってたことが一つあったんよ。あの、なんでさ動物の骨見るときはなんかワクワクするっちゃけど、なんで人の骨見たら怖く思うんだろうなって、ちっちゃい頃ずっと思っとってから、謎やなって思って、まあ結局ちっちゃい頃たどり着いたのはやっぱ死を連想するから怖いみたいな。他の動物はそんな親近感ないけど、動物、人間の骨は死を連想するから怖いんだみたいなことにねたどり着いて、でなおかつあの、でも結局博物館で人体の骨格見てもあの怖い感じないなっていうことに気づいたね。うん、っていう結論に至ったなっていう感じ。まあ、とりあえずね、あんまダラダラ喋りすぎてもあれなんで、飛ばしていきましょう。まあこんな感じで、ちょっとね卒生に向けていろいろこうね、ノートを取るような感覚でいろいろこのスケッチブックにいっぱいに埋まるようにちょっとやっていきたいなっていうような感じです。はい、ではね、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。まあ今回はねこんな感じで、まあまだまだ初めてペンが書いてみたけど、うん、まあかっこよくねサインも書いて、うん、なんかペン画って絵になるわ。うんまあそんな感じですけど、うん、まあこんな感じで、まあ終わりかな。うん、次書くときはもうちょっとうまくいくかな。うん、って感じで、なんか鉛筆とね使ってる感じすごい似てた。うん、で今日は 0.05 と 0.5 のねボールペンで書いたっちゃけど、感覚的に言うと 0.5 とか太ければ太いほど柔らかい鉛筆って感じがする。だけどまあ修正が効きづらい。逆に こっちの 0.05 は硬い鉛筆で、あの細部まで描けるみたいなイメージでした。うん、でも意外とね 0.05 から描き始めた方がいいかも。だから 0.35 とかあったかな、やけんな感じ。もう少しね細いボールペンとかなんか揃えられたらいいなと思っていますって感じです。はい、ではね、こんな感じでこれからね卒生のエスキースもどん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 進めていくんで、まああのよかったら、チャンネル登録高評価の等よろしくお願いいたします。ではさよなら、さよなら、さよなら、ね、じゃあの